メニュー。今回ご紹介するのは S&T フルメタル電動ガンマーク18モッド1 G3。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、はい、どうもデメリューでございます。はい、通常のデメリューの回でございまして、今日も銃のレビューをしていきたいと思いますが、はい、皆さんね、在宅されてる方が大変多いかと思いますが、もうしばらく頑張りましょうね。まあ私たちもね、マスクをしてずっと在宅の人もいますからね。そうですね、在宅してるとなんか、真っ黒クロスケ出ておいでなんてちょっとね、YouTube のチャット欄に入れたりする。それ画面が真っ黒だったみたいですよ。結構あの、病んでるなと、ちょっとびっくりしましたからね。ああ、見えちゃいけないもん見始めたのかなと思っちゃったね。そう、ならないようにもですね、あの YouTube チャンネルとかをいろいろ漁ってですね、外の雰囲気が分かんないんだったらなんか自分も参加してる風に。最近は VR でね、旅行ができちゃったりらしいですからね。らしいからね、いろいろね、ちょっとあの VR でサバゲーやった気分になれるといいですけどね。それ慣れますか？慣れません。やったことない人だったらね、ちょっと雰囲気をね、右左見てみたら大盛りじゃねえか。全部人にとっては別に自分でやればいいんじゃないかって話になりますからね。そうですね、まあ、森の中で、あの森林浴してる雰囲気だけ味わえますから、森の映像ひたすら見ていただければと思います。それさ、バケじゃなくてもいいです。いいです、あの心癒されていただければと。ハイキングとかね。そうです、トレッキング、登山に興味を持ってもらったら、今度はサバゲーがデビューね、しやすくなるかもしれない。体力がついてね、足元の感覚も分かりますから。はい、というわけでですね、前の下りはこんなもんにして、告知の方をよろしくお願いいたします。はいはいはい、当日の舞台裏生配信ということでね、定点でお送りしてますが、こちらの概要欄の方にリンクがございます。こちらの方を見ていただければ、デビューがもっと楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひご覧くださいと。そして、モケパドックの迷彩教育、これは千葉の、はい、FM ラジオ局ベイ FM さんでね、モザスイという番組の中で、一つのサバゲのコーナー、やっておりますんで、ぜひ、聞いていただきたいんですが、 FM 視聴エリア外の方はラジコでも聞き逃した方は YouTube で、ぜひ、舞台裏、こちらもね、収録の舞台裏全部公開してますんで見てくださいと。そしてデメオラビューモケパインフォメーション、こちらの方もなんかね、いろいろちょっとやりたいんだけど、ちょっとアンジュムニョン、実際に婚活がうまくいってないんで ね、 ね、その辺もね、ちょっといろんなコンテンツね、ちょっと増やしていきたいんですけどね、ということで、デメオラビューは別チャンネルになってます。ぜひチャンネル登録して追ってみてください。はい、どうぞ。はい、というわけでね、いろいろやってますので、ぜひよろしければあのご覧いただければと思います。今回ね、この銃の紹介のね、名前が長いんですよ。それではいきますよ。はい、本日ご紹介するのはこちら、はい、S&T 製 MK18 モッド1フルメタル G3 電動ガンブラックでございます。はい、どうも。以下省略でですね、S&T の MK18 というふうにですね、お伝えさせていただきたいと思いますけども、申し訳ない、今更また MK18 を紹介することを申し訳ない、はい、ただですね、いっぱいあるんでしょうがないです、これは。もう申し訳ないんですけど、この MK18 は、はい、一番多分お求めやすいセットになってるんじゃないかなと思います。はい、その理由をですね、細かく説明していきたいと思うんですけども、まずこのメーカー S&T 製のものなので、価格帯がまず購入しやすくなってますね。一番はまあぶっちゃけもう値段言っちゃいましょう。こちらですね、税込みで33,880円ということでございまして、本体とこちらね、本体がマークついてるのと、あとこのソフトハードガンケース、どっちやねんっていう、そうソフトなんだけどハードガンケース、これがねついてくるんですわ。中ですね、こういう感じで、これが銃のホルダー、マジックテープになって押さえて、ここの部分にマガジンとフォアグリップが入ってます。ミルキーマガジンとフォアグリップがね、ミルキーも入る。マガジンは300連マガジンがついてます。ミルキーも入るで、ゼンマイ式のタイプです。大丈夫ですね。で、こちらフォアグリップは、このままですね、 20mm に取り付け可能なものが両方ともついてます。で、このポケットの中にこう入ってるんですけども、マガジンは抜きますけど、フォアグリップなんかつけっぱなし、つけっぱなしだと
入れますけど、は入るんですよね、机でもね、はい、ここにね、なんかまあ、うん、なんかこれはこの袋はもう縫い付けなの、縫い付けじゃなくて取れるんですね、 あ、じゃあ好きなところに付けられるね、付けられるんで、このガンケース分大体3000円ぐらい浮くわけですよ。これ3000円じゃ買えないんじゃない？これは買えないと思います。普通にこれだけで売ってたら、ね、うん、5、6000円は最低でもいいですね、多分ね。普通のガンケース買っても3000円ぐらい、このタイプはもうほんと高いと思いますね。5、6000円ぐらいするかな、うん、ちょっとね、ハードタイプのものって高いんですよね。じゃあ、それだけじゃないかと思われる方もいらっしゃるので、はいはいはい、まあ、それだけはそれだけでもいいんですけども、銃もパワーアップしたということでですね、はい、ご紹介していきたいと思います。この、MK18 モッドワンシリーズでございますけど、 MK18 ってですね、東京丸いも出てまして、海外製のモデルでもたった出てたんですけども、はい、MK18 のこのモッドワン、のベースにしてパーツの構成が組まれてると、はい、でね、あのうちのページ見るとブロック2のパーツ、アクセサリーパーツがついてますよと、あのブロックシリーズって、あるんですけど、 CQBR でもですね、あのガス風呂ブロック1だったりとかっていう、でこれモッド1でブロック2のパーツ、アクセサリーがついてますよということで、まあ、有名なのがですね、MK なんで、MK、まあ、海兵隊とか海軍の言い方をするモデルでございます。マーク18って言われるものでございまして、こちらですね、ちょっとこだわってるのが大丈夫なのか知らないんですけど、大丈夫か知らない、ダニエル・ディフェンスの刻印がドドンと入ってるんですよ、はい、これね、ダニエル・ディフェンス、どこですか、もう、思いっきりダニエル・ディフェンスって入ってあって、 あまりにも堂々と入ってて、今ちょっと気づかなかったですよ。で、ここにも DDMK18 って書いてあるんですよ、うん、デメデメですかね。いや、これダニエルディフェンスです、ね、ああ、そういうこと、ちょっとそこはデメデメで言ってほしかったですね。ダニエルディフェンスで、うん、このハンドガードもダニエルディフェンスなんですよね、タイプとしては。デメデルディフェンス、言えてないからこのままいきますよ。デメデルディフェンスでいいですか。で、ストックチューブ、ストックがこのようにね、はいはいはい、まあ、ついてますけど、これ今までと一緒、6ポジションですね、はい、で、バッテリーをこの中に内蔵します。それラバーですか。これラバーです。マイリトルですね。あ、いいですよ、言っていいですよ。マイリトルの部分をですね、はい、外すんですけど、ここに出っ張りがあって、爪をこう真ん中にグイッと、はい、はい、グイッと、そうすると簡単に取れると。取れて、ここの部分外れて、はい、カバーがある。バッテリー、これね、スティックタイプでもリポでもいいんですけど、今は、はい、リポバッテリーのセパレートをこう中に内蔵してるんですね。という感じで、バッファーチューブの中にこう入れて、自分は入れちゃってます ね。で、横にコネクタを逃がして、はい、これがね、大変なのが、このカバーをつけると、はい、コードがね、切れちゃう時があるから、はい、こう、うまく逃がしてやんないとコードぶった切っちゃうんで、ほんと丁寧にね、やってほしいんですけど、伸び縮みさせてもあんまり関係ない、関係ないですね。大丈夫ですね。これがね、ちょっと難しいなと思ってやってて、これで、ちゃんと来たしはまるよ、来たしはまったら、はい、上から引っ掛けて、はい、パチッと、パッと、で、これで収納完了と、ね、ストックもちゃんと動くと、はい、という感じになるんですけども、髪の毛がなんか1本ピッて出てて、こうタコ八郎でしたっけ、昔の方でしたっけ、大丈夫、治りました、はい。で、スリングフック、右左、左右ですね、はい、スイベルこちらついてまして、左が2つ、こちらが2つついてるんですけども、右側に1つ、まあ一点スリングで止めたりする人が最近ね、はい、多いので、この点フロントないですね。おー、でも1点で使えと。で、フリップアップフロントサイト、リアサイトが標準でついています。はい、で、サイトのね、フォールはかなり大きくて、いいね、見やすくなってます。あとは1段目か、ちっちゃいのもある、まあ、あると、あ、はい、で、ちっちゃいのでも見やすそうですね、こっち見やすいと思う。今までのがね、すごいちっちゃすぎたんで、で、調整式になってます。左右調整可能です。上下はフロントでの調整という形ですね。で、20ミリレールがこのまま、うん、長いのが引いてあるので、はい、まあ、あまり長すぎるスコープつけるとね、ちょっと使いづらいかもしれないんですけども、スコープももちろん対応できる、はい、サイズになってます。あんなもの、こんなものつけられると、つけられます。これはね、昔ながらですけど、4面ちゃんとハンドガードにもレールになってる、はい、今だとね、えぐりが入ってたり、これだとね、重いっていうね、そう話になっちゃうんで、最近の違うデメモッドでしたっけ、 M ロックですね、デメロック、M ロック、デメモッド、M ロックなんかね、必要最低限のところでいいっていうことになってますよね。
で、グリッパーは今までと、変わらないタイプのですね、フィンガーチャンネル1個だけついてるタイプ、はい、これがついていて、セレクターは、片側のみですね、はい、セーフティー、セミオート、フルオートのポジション。普通な感じ、まあ普通な感じだけど、普通じゃないのがこれジェネレーション3と言われるものなんですけども、はい、これも電子トリガー化が進みまして、はい、今電子トリガーが中に入ってます、はい、前のは入ってなかったの？入ってないはずですね、はい、アナログだったんですけど、ぶっちゃけた画像で言うとそんなに速くない。トリガーは軽いけどものすごく高速レスポンスでついてくる感じではない。トリガーは非常に柔らかくて速射はしやすいけども、今の、うん、光センサーを使ったタイタンとかああいうもう超鋭敏なトリガーフィーリングではない。 F1 カーじゃなくて市販のスポーツカーみたいな感じ、うん、に近いかな。F1 カーのシビアさはない代わりに、まあ暴発しにくいとかそういうのはあるんです。サイクルも普通。設定はできるんですか？できません。あ、できない。もう固定というか、固定ですね、そのまんま、はい、で、こちら注意してもらいたいのがですね、読んでいた時にですね、はい、バッテリーのセーフティーデバイスがついています。はい、で、バッテリーのセーフティーデバイスなんですけども、6V リポバッテリーで下回るとカットするようになって打てなくなります。おいおい、これは故障だと思われる方がいらっしゃるかもしれないんですけども、バッテリーの安全装置なので新しいバッテリーに付け替えて発射をお試しくださいと。音とか出るわけではない。ではないですね。まあ全くパツンって打てなくなっちゃうので気をつけてくださいよということと、セクターギアにですね、これ磁石が入ってるタイプの、FCU ファイヤーコントロールユニットなんで、はいはい、セクターギア、まあハイプロは組めないということです。セクターに磁石が入ってるということなんで、それでカットオフレバーをなくして、はい、1回転を見てるカウントしているモデルになりますので、カットオフが外されているタイプになっていますので、カスタムする場合はベーシックとかのみになっちゃいますね。あとブラッシュアップみたいなのとか一応できるんですかね。モーター交換ぐらいですかね、チャンバー周りはいけると思いますけども、はい、メーカーに関してはアンブレーカブラはこれはいけないと思っていてください、はい、で、チャージングハンドルをこちらの部分引いてもらう、引いてみると普通な感じですね。ホープアップダイヤルが出てくるんですけど、はい、ドラム型と言われる、そう、赤いやつ、はいはい、このレバーを下にクリ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 カッペー回してもらうと、フット感はない。もうね、グリ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 って感じ。もう指で無理やり下に下げたり、だから打ってて緩むってことはまずないと思う。だから爪が欠けるってことはあり得るかもしれないけど、それぐらい硬いです。で、まあこれチャージングハンドルね、このロック、カバー、これちゃんと効いてます。これカバー効くけど、それ自体のロックはないってことですよね。そうです、そうです、そうです。はい、で、これでまずパチッと、そこだけ色がね、ちょっと違う、ここだけ違うんですよね。というようにですね、外見はそんなにですね、こう大きく変わったところはないんですけど、メカがジェネレーション3というタイプに変わった、はい、ということと、あと刻印がかなり堂々と、ダニエルディフェンスが入って雰囲気が出るようにして、デメデルディフェンス、ね、デメデルディフェンスマーク18、これも刻印入ってて、デメデルだったらね、全然使っていただいて構わないですよね。関係ないですよ、もうデメデルディフェンスだったら、ね、どんどん使っていただいてね。で、これ 5.56 の弾ですよっていうね、実銃だったら 5.56、 でもエアガンなんで 6mm の BB 弾発射しますけども、マガジンキャッチもね、アンビとかじゃなくて普通なんですけど、あと小傷、テカリあります。テカ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 って、はい、これ新品からあるものでございます。あと発射音に関してはこのモデルに関して非常に問題ないんじゃないかなと、ほらついてこない。ちょっとね、0. 何秒間待つっていう、普通のスタンダードよりは軽く、軽い分早いかなっていうぐらいでございます。まあね、このお値段でこれがついてくれば、そうなんだよね。ケースついて、フォアグリップついて、はい、電子トリガーが入ってるっていうのは安いんじゃないかなと思う。まああとは当たるかどうか、ゲームで使えるかどうかが一番、ね、ハイダーはどうですか、ね、ハイダーはね、通常のバードだね、 M4 タイプのこれね、なんかね、一応外せるんですよね。外せますね、はい、芋ネジは今ないね。このまま回るね、逆ネジ、逆ネジ右回しの、まあ14でしょうから、はい、まあ他のがつけられるよと。まあ、これは変えた方が雰囲気出るかな。ちょっとね、うん、まあ、まあ、バードはまあ、あんま使わないかなという形でございます。
じゃあ、ハンドガードのガタつきもねないんですよ。全部メタルフレーム構成なんですけども、はい、ガタつきらしい形で、ストックがちょっとガタつくかなぐらいで、まあまあそれはね、あとはもう非常にこうガッチリとついてると思います、はい、アウターバレルもね、うん、まあ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 真ん中っていうかよくできてると、うん、アウターバレルどこまでっていうと、インナーがね、わかんない、インナーはここまで、インナーはもうギリギリまで、ギリギリまで、うん、来てます。はい、長さを、まあ、測っていきたいと思います。10メーターメジャーで余裕で足りますね。モット18ですよ。モット18モットじゃねえ、マーク18、モット1、うん、デメデルディフェンス、デメデルディフェンス入ってますからね。10メーターメジャーで足りますか。大丈夫だね。697ミリ、697、短い状態、はい、うん、で、伸ばしても結構短いんだね、MK18 って。777mm かな。777mm、うん、はい、うん、まあ、ガンケースがちっちゃいもんね。ガンケースちっちゃいよね。で、サイト立てて、まあ、ドットサイトかね、何か、まあ、載せると思いますが、まあ、載せるでしょう ね、ダニエルディフェンス、ね、マガジンさんがあれですか。マガジンね、ええけど、これで今、一番てっぺんで見ても200…20 いかないな、219とか、18。マガジンの方が多分長いね。長いね、多分ここ…このマガジンって普通な感じ。うん、普通の感じ。250だよ、多分。これ何百連ですか。300連ですね。300連っていうのが丸いでは言ってるけど、実際は330とか海外製言ったりするんですよ。これは300発です、約300発。これ丸いさんの使いんですか。使います、互換あるはずです、これは。じゃあ、だスタンダード用のマガジンであれば使用することが可能という内容でございます。まあマガジンは絶対ね、移動中にあの使わないでもらいたいというか、刺さないでもらいたいというところでございますけれども、はい、じゃあ音ですかね。音ですね。呼んできますね。うん、どうも。どうも。ちょっと聞いてる。あ、はい。タコ八郎。違う、聞いてるんだね、ちゃんと話。遠くの方で、遠くの方で、うん、遠くの方で、うん、なんでこれどんどんちっちゃいの。遠近法、遠近法、うん、測る、測るよ。なんか最近ずっとこんなんじゃない。こんなんだよ、MK18 はね、根強いね。このハンドガードの長さもね、あ、MK18 だなっていう。はい、じゃあ測っていくよ。はい、耳元からいくよ。はい、私、久々なのに、ね、そうだね、うん、そうだ、はい、いくよ。長いなくなり。93.1 だね。 93.1、 まあまあ、そんなに異音はしてないもんね。95.9。 あ、そう、100超えてない。結構乗ってたな。重厚感。115.6。 あ、うるさい、結構。117.8。 はぁ、あ、やべえ、もうそろそろダーちゃんだな。メカだな。104.8。 あれ、うん、108.4。 どうしたの、なんか何だけリミットを超えました。あ、そうなの。そうなんです。巻いた方がいい、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 巻けよ。巻いた方がいい、巻いた方がいい。あ、そう。あ、そう、そうなの、うん、じゃあもうちょっと言おうかな。いや、帰れ。帰れ。負けっつってんのに、なんでだよ。なんで尺使ったんだ今。うん、まあ使い勝手がいいなさ。終わった。うん、終わった。今日久しぶりな声がなんか遠くから聞こえた感じしたんだけどね。そうだね、負けっつうのになかなか負かない。久しぶりだからね。
も持ちやすいけど、結構ね、やっぱフルメタルだから重量もあるのかな。ああ、それは大切、重量測りますか。測りましょう。でもね、片方ね、壊れ始めてるんだよね。ピーとか言って消えるんだよね、いきなし。やっぱ電池かな。電池って持ってきたっけ。これ電池じゃなさそうだよ、こいつ。スイッチっぽいよ。一応ちょっと変えてみますね。消えちゃったよ、また。はい、全国のつらさの皆様お待たせしました。デミちゃんのつるしばかり、右手の親指ですね。親指にかける思い。見えねえんだけど。重いが重い。さあ、どうでしょう。見えねえんだけど、これ。止まったけど見えねえんだから。2660g。2.6kg。 そんな軽い、これ。そんな軽いの。ちょっと電池入れましょう。こいつね、電池じゃなさそうなんだよね。はい、死んでるね。あら、なんかもう一個あった、3個あった気がするんだけどね。シングルでいこう。シングルで。シングル、今マガジン刺さってないですね。そんな変わんねえな、測り直しても。2635だね。いや、いらないっす。すげえいらないっす。いらないっす。はい、2635と。寂しいですね。いうところで、まあこれもね、だいぶ飽きてきてるから、皆さん。まあ3キロないんだな、メタルだけど。でも重いようにちょっと感じるけど、そんなバランスがいいんじゃん。バランスは悪いんですか。悪くないと思う。重いように感じる。いや、そんな重く感じない。バランスは悪くない。軽いんじゃないですか。これチャージングハンドルのあれ、これちょっと違うんだね。これね、こっち側だけで、あ、ちょっとだけ出てるね。バランスいいんじゃないですか。じゃあ、まあ使いやすいんじゃない。なんか赤い、なんかそのこれ中のパーツの引っ張るレバーだね。まあバランスいいけど、あとはね、価格もそれなりにいい値段するので、ちゃんと飛ぶのか球団するのかをね、見ていきたいと思いますので、はい、そちらの方をチェックしてみてください。それでは実写パートの方へどうぞ。まーちゃんとともちゃんのモケパインフォメーション、イエーイ。はい、お次に紹介いたしますのは、はい、コンドルです。はい、はい、ではこちら、はい、バックパックから、マガジンポーチも、たくさん、種類揃えております。であとラップポーチ関係もありますし、グローブなんかも置いてあるんですが、グローブは他のコーナーにもまだご用意ございますので、そちらもぜひチェックしていただければいいかなと思います。で、コンドルのベストなんかもかなりしっかりとしたかっこいいものを、はい、置いております。でキャップなんかも、たくさんございまして、人気商品となっておりますので、ぜひかぶってみていただけると、はい、よろしいかなと思いますので。であとソフトセルですね、サイズ XS から XL サイズまで、揃えておりますので、こちらもぜひご自由に着てみてください。やっぱり実物は生地が全然違いますよね。長持ちしそうね。そうですね、こんな風に揃えるとめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい、はい、それではお待ちしております。お待ちしております。はい、シューティングレジオやってまいりました。はい、はい、今日はね、はい、まだまだ日が残ってますよ。で、寒くない、このぐらいのね、日陰、いい感じですよ。これぐらいの日陰でやってもらった方が、このぐらいだとですね、カメラの設定がまた面倒くさいです。でもね、途中で変わりますけどね。打つ方はいい感じです。そうですか。ターゲット見やすくていいですね。さあ、多分ですね、私の予定では MK18 だと思うんですね。はい、S&T の、はい、うちのポンコツマネージャーがですね、資料知らず上で演者にですね、やれっていうもんですから、多分予定では一番最初やったのは S&T の MK18 だと思うんですよ。これ多分ね、大丈夫だと思うんですけど、
ちなみに言ってくる、うちのポンコツマネージャーが勝手にやったことなので、レッグ回ってますね、大丈夫ですね。レッグ回ってますよ。それではですね、男性のしっかり度を上がっていきたいと思います。はい、パッと見はね、どっちが MK18 か分かんないぐらいになっちゃうかもしれないですけど、一応 MK18 の方は、4面レールの方でございますので、こちらのですね、はい、ダニエルディフェンス、国井の方ですね、間違いなくやってデネデルディフェンスですね。デネデルディフェンスを言える分には何も、侵害は起きません。侵害は起きない。なんか起きてるみたいで、分かんないです。だから関東さんとボルトさんの話じゃないけども、共同開発とかいろいろやってますけど、ほら、ね、ちょっと谷駒さんとバトンさんだって名前聞いちゃったりとか。いや、それはいろいろまた違う話ですね。分かんないけど、電子取り方だね。88.5。いや、嘘だ。18.5。はい、ちょっとね、この角度から見たらね、ココアなってないな。うん、やっぱ、まあ、ヘルメットかぶって。まじゃ、ごめん、復活してない。 88.61、この角度で見るとね、病気の犬のままだ。88.61、全く絵と音声が合ってないです、さっきからね。断速測ってるのに変わってないわ。病気の犬変わってないわ。この角度だと 88.61。 もうむちゃくちゃですけどね。さあ、僕はですね、この中で一つだけ懸念があるんですけども、はい、ちょっとですね、電子トリガーが柔らかすぎるので、セーフティー解除したらトリガーをね、誤って引いてしまうようなことが起きるかもしれないので、その場合はですね、ごめんなさいって謝ってね、もらって、起こすなっつってんだよ、そういう事故を。トリガーを外せって俺は言ってんの。ごめんなさいで済まなくなっちゃうからね、ちゃんとこう、安全管理をしっかりしましょうと。じゃあね、ホップアップも見ていきたいと思いますよ。その役に立たねえ、サイトが。どうしたいの、お前。今どうしたいの、高さなんだよ。弾道悪いわ。いや、こっちから見てても暴れちゃう。めちゃめちゃ弾道悪いわ、これ。ちょっとノーマルだと厳しいかもな。おー、ちょっとね、やばい。じゃあ行きますよ。はい、当てにしないで。
自分のターゲットを信じて弾がそこに飛ぶまで撃つしかないよこれ。ポトちゃんそのままするの？ああ出たな、ラインが違う。とりあえずサイトいらないね。サイトいらないね。サイトいらない。サイトを信じちゃいけないよっていう。ほとんど倒れちゃうんですけど。何のためにサイトつけてるのか分かんないね。あまりでね。すごいよね。あもうあまりですよ。完全に。いや本人より大きくなってますね。だって7メーター？そうなの？当たる気がしない。狙ったところに飛んでるまで弾打つしかないんだよこれ。うん。フロート。ちょっともう銃口動いてないより一回着弾点がもうボロボロ。フルオートすごいよ。これで画面だと分かんないかもしれないけど、撃ってる人はね確実に分かる。あそこら辺一体殺せる。三段銃方式。あそこら辺一体やれる。あのね、この距離であの赤い丸いのあるじゃん。うん、あれよりも広がる。広がるね。はい、嘘つかずこのままいきますよ。多分いいですか、はい、この機体だけだと思うんだけどね。だいぶ暴れてらっしゃいますね。これはちょっと登り使えないよね。ちょっとそうね、もう笑っちゃってるもんね。久々におおおおすげえな、すげえやつが来たなっていう。なんかなかったもんね。だからケースつけたんだね。怖いね。なるほど。なるほど。3万3000円するでしょ、うん、プラス1万か。そう、ケース1万円。なんだろう、この原因なんですかね。ああ、もうチャンバーバッキンとバレルがやっぱもうね、よろしくない、ね、チャンバーとの相性も含めて良くないんだと思うよ。ビビの同じ位置になんか個体差なんでこれだけなんかすごいことになってるってことないですか。あるかもしれない。こんだけちょっと暴れてると、もう買った人は俺のそんなのないよっていうのも多分あると思うんですよ。出会ってほしいよね。全部これの調整だと。でも昔ながらで言うと海外製ってこういう弾道多かったじゃないですか。それを僕らまともにしますよって言ってるのは最近でも珍しいパターンですね。たまたま本当これだけなのかもしれないんですけど、でもそのまま送ってますから、なんかわざといじったとかもなく本当にそのまんまのやつを出して、でメーカーさんが嘘だろって言ったらこの機体をお送りしますから。これあれだっけ、電子トリガーのカスタムレバーがないんですか。ないです。それのせいかな。いやでもそれだったらアリスの方法を取ってるんで、磁石で読んでるから一回転を。でもそこはね関わりはないと思うんだけど、中でもバレルがおかしいんじゃないかっていう感じの、バレルのビビダカスが詰まった時のような弾道してるから、ビビダカスが詰まった時ってさ一定の見たりをするじゃないですか。あでも今みたいな弾道にやっぱなっちゃうんですよ最近のは。もう特にあもうバーって切っちゃって、これは三段銃かなってるじゃね。これはもう使えないよね正直ね、このままだと7メーターだなバレルだから。両悪でいうと悪ですね。ミニ電動ガンって、ミニ電動ガンパワーのあるミニ電動ガン辛いよね。だって辛くなるやつはならざるを得ないよね今。まあお店にちゃんとねいじってもらっていじるのがいいの方がいいかな。だってこれメーカーがこれで出荷してたらしょうがないですよね。ブラッシュアップとか、そうですとか、ベーシックとブラッシュアップやってもらう、利用してもらって性能を上げて、せっかく電子取りがですから、ね、使ってもらえればいいかな。外
券とかね、まあ、ケースもついてきて、そう、だから中さえちょっといじれて、ね、チャンバーとかいじれる人だったら超お買い得なんだと思いますけどね。はい、てなわけでですね、私たちデメリューですけども、久しぶりに出ましたね、こうひどいのが、うん、こんなにひどいの久しぶりなんですけども、まあ、包み隠さずということをやってますので、まあ、YouTube です。YouTube でやるんですね。こういうのもたまにやっぱあります。昔のを遡っても。で、そのまま出してるからね。まあ、じゃあダメなのかというと、ダメじゃないためにパドックがありますから、そういうのをメンテナンスして、正規の弾道からプラスアルファになるように調整するということで、もちろんやらせていただきますので、ぜひぜひですね、ベースとしては面白い銃ですからね、希望を捨てずにお願いしますね。うちのね、まあ、到着されてますけど全然銃が見えてないです。何の話ですか？そのホテルが面倒さって抱えちゃってますけど。あ、そうやって持たれるんですね。あ、なるほど。せめて刻印くらいは綺麗にしておかないとさ。これダニエル・ディフェンスなんだったらね、いつもね、赤い服のデメさんが逆にこう赤い人が別にいるんですけどね。ダニエル・ディフェンスにも怒られませんかね、いろんな意味で、ね、また言ってますか。まあ、刻印にしかり、お前この戦後で打ちたいの、お前うちの6、みたいな。まあまあまあ、そこまでは言わないけどね、そういうこともないのかなと思うんですけど、まあでも、ぜひ、まあ、いじりようはあると思いますので、ぜひぜひご依頼ください。それと、チャンネルへのご感想、ご要望、ご意見、ありましたら、ぜひコメント欄の方にいただければと思います。どうでしょうかね。さっきいろいろなアンケート取ったりも生デメリューでしてるので、そうですね、生デメ毎週土曜日にやってる読み上げる、ね、はい、あ、読み上げられることがですね、多くなってますので、パドックチャンネルのコミュニティとかからアンケート投票できますし、あとサバゲー川柳謎かけなんともね、最近募集しておりますので、ぜひどすどすご応募ください。そうね、なんかいろいろやってるんだけど、とりあえず鳴かず飛ばずで、まあヒットをね、こうドーンと出すためにはやっぱり何かね、奇抜なことが必要なんですよね。企画をまた楽しい企画なのか、それとも雰囲気なのか、あ、全然大事ですよね。まあ、まだこうグッとくるね、川柳まだないですから。この間は、あんまりこう、まあまあ、でもまあ次もね、また今週分入ってきてますけど、ああそうきましたかっていうのはありますから。なかなかね、巨匠を上回るかっこいいから安いからっていう、巨匠もシンプルだけど伝わってくる感じが僕はアンケート好きなんですよ。はい、わかります。もう周り部分で言わない、かっこいいから、ああその通りだ。また今回も巨匠はエントリーされてますんで。巨匠ね、最近ちょっとねプレッシャー上がってるんでね、ちょっとコメントちらっとこの間の見ちゃったんだけどね、今回は見てないんだけど、前回のは言わせてもらうとちょっとひねりすぎだね。ちょっとね、シンプルに思ったままを出してくれればいいんだけど、巨匠は上を行こう、冬のワークマンでとか言って考えちゃったね。ちょっと考えちゃった。もうシンプルだってみんな持っててかっこいいから最高じゃないか。それだけでいいんですよ。もう巨匠の最高の一句だと思ってます。ちょっと今意識が ね意識ちょっと面白くしたんだよ、ちょっとやんないとひねりすぎちゃったね。ありがとう。かっこいいからとかさ、もうバカバカに言いそうな言葉、巨匠あそこを狙ってもらいたいですね。本人いないですけどね、今ね、そのうち来るかもしれませんけど、巨匠田村まさみの婚活企画もね、婚活企画ね、はい、出てますんでね、ぜひぜひ、3人ぐらいはいるだろうと思ってるんですけどね、一人エントリーありましたからね、一人ね、男でしたけどね、男ですけどね、まあまあ、これからも続けていけば、きっとどこかで出会いが。佐藤ちゃん、もう募集しとく？いや、大丈夫です。どっちが先か、どっちから来たらそれだけでも面白いから来たって盛り上がるかな。いや、田村さんそこでここのチャンネルで競いたくないなっていうのごめんね。なるほどね、もう分かりました。次ほら、まさみちゃんがうまくいったら、棟梁が自分基礎で言うんだよな、俺んとこ、俺んとこって言って、あれ来てほしいのかな。あれは多分フリですよ、ね。さあ、それでですね、見終わったらグッドボタンいただければやる気につながりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それと友達登録ですね、また、はい、身内が盛り上がってと思われてる方も中にはたくさんいらっしゃると思いますけども、身内になっていただければ一緒に盛り上がれると思うんで、ぜひぜひ、まあ
問題なければ身内になっていただければと思いますので、チャンネル登録、友達登録と言ってますのでよろしくお願いいたします。それでですね、一応真ん中をこうパッと割くとですね、今ですね、アプリが、保険パドックのアプリがですね、できましたので、そちらの方にご登録いただければお得にお買い物ができたりと、店頭限定ですけど可能ですので、ぜひぜひよろしければご登録の方よろしくお願いいたします。スッと、それとですね、在庫やカスタムのお問い合わせにつきましては、たくさんお声をいただいておりますが、コメントの方ではですね、対応がどうしても遮ってした、しますので、つまり模型パドックの方に直接ですね、お電話、メールの方をチャッシュレイスすんげえ略していけるな。お願いいたします。パドックホームページの方からでも構いません。模型パドックのメールまたは、模型パドックの電話番号の方にですねお電話いただければと、すぐ答えが返せると思うものが多々だと思いますが、在庫の確認、カスタムの相談などはそちらの方にお問い合わせをください。そうしないとうちのマネがハゲ散らかします。さらにね、大丈夫ですか。頑張ります。頑張ってください。はい、てなわけでですね、MK18 やりましたけど、はい、久しぶりに言葉が出ないっていうやつですね。ちょっと一瞬出していいのかなこれって思うところ僕も一瞬オクラかと思いましたけど、これはオクラにするのは嘘くせえなと。そうね、まあ、こういうもんなんだと。そうね、そうね、ただもしですよ、はい、メーカーさんやらぐらいの問屋さんがもう一回チャレンジしてくれよこれとかあったらやりますよ。そんなわけねえだろうと、こいつだけの問題だろうと。いや、メーカーさんもいろいろ不具合なわけないだろうと思ってるのありますよ。リベンジですか。リベンジ、リベンジをいくらでも受けます。それが10個全部その性能になってるから。おう、もう2回目3回目っつったらどんどんハードル上がってくるに決まってますもんね。なんかこれカスタマイズしてねみたいなのをメーカーから送られてこいってもね、困っちゃいますからね。だからそれをちゃんとまんま出しますんで、はい、逆にお客さんの手元に行くのと同じものが来ればやらないと。だって今の場合だとこれうちで販売してるわけです。これがいっちゃうわけです。そうですね、怖いじゃないですか、はい、だったらもっと良くなりましたよバージョンがとか、ちょっと組み方になんかちゃんまりトラブルがあったんですとか分かればすぐにそれを補足をさせていただきますので、ぜひぜひ。悪意があったわけじゃないんでね、ぜひ言っていただければ、そういうのは公開をされましたので伝えていきたいと思います。いいですか。はい、心残りはないですか。ね、じゃあ終わりますよ。はい、はい、それじゃあですね、サドピーテーマーク18モットは、ジェネレーション3でご紹介させていただきました。本仕様の場合はですね、カスタムとかをちょっと考えた方がすごく性能が出そうな感じがしますので、このまま使うよりチューニングを、パドックにご依頼いただければと思います。また、ぜひチューニングある場合は模型パドックに直接お問い合わせください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。球が右や左に散った時はどう思いましたか。上下が怖かったですね。すごかったです。